回数的にはどうやったかちょっと見てなかったけど。おお、いいね。長老の杖。長老の杖なぁ。なんかさ、正直ゴーレムの杖の方がいい気がすんねんけどな。長老の杖って、知性が上がって、精神が上がって、炎の炎霊気。でもなんか聞いた話によると、これバグで上がってないっていう風に聞いたんやけどな。俺これでいいと思うねんだよな。とりあえず俺はこれでいくわ。石効果が大きいので。なんじゃ、ボスになったら長老の杖に変えてもいいかもしれんけど。あ、コロンビア。こいつ、なんかボスの使い回し的。グラシャラボラス。はいはいはい。なんか知ってるぞな、その名前。なんで知ってるんだっけ。あ、弱いな。えらい後ろの方に構えてんねんね、グラシャラボラスは。なんで、そんな、もうちょっと前の方に来たらいいのに。後ろの方の席が好きな男子みたいな。後ろの方でこう、一番前の、くじ引きで一番前になると嘆くみたいな。これ、これはなぁ、忍びか。地味に一番嫌かもしれんな。こう、すっきり掃除できんからな、すぐ。お前ら、これで医師になれ。医師にしていく効果を期待。ドラクエの攻撃力が微妙やな。どうせそんな微妙なんやったら、そんなに微妙なんやったらもう盾を装備させて効率に下げたいぐらいのことやぞ。炎月輪があれば多分効率からでも同等の攻撃力が得られるのでは。にわかにこう、今その案がすごく魅力的やねんけど。ちょっと試してみるか。ラスダンで試すようなことではないが、まあ、エリクサーのこの、エリクサーの良さを。あ、でもそうか。エクス、あ、でも何でも装備できんねん、向こうは。だから、まあ、伝説の武器を1個装備できなくなってしまうのはあれやが、まあ、お試し、どっちが強いラグナロクと。374の、そうか。じゃあ、ラグナロクの方がいいんか。力が5、素早さが5。で、こっちに炎月輪を装備させまして、ちょっと試してみような、これは。これで、どうでしょうか。階段、こう、導かれるがままに俺は行くぞ。いいね。こういうのはいいね。お、あー、出た。くむくむか。サイレスとか効かへんのか、これ。やってみる価値はあるんじゃないかい。カタストもありやな。んで、サイレスをちょっと、試してみよう。そらどうだ。あー、ジーよー、あー、ひどい。うわー、むちゃくちゃや。いけ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 。倒せ。よーし、ナイスです。これはひどいなぁ。これはひどい。ちょっと待って、レイズってどうやった。レイズか、レイズレベル5か。ケアルダと一緒か。こちらのレベル5はいかが。サンダがハイパーか。こっちにイレースを外して、こっちにレイズを持ってくるというのも手やな。まあ、レイズをつけますと。まあでも、どうやろうな。フェニックスの使っていくか。1やろ、フェニックスの。どこ？フェニックスの。これを使っとくか。きついな、これ。レイズのみならず、回復まで使わされると。ハイポー、こう、大量消費。消費社会の日本、アメリカ、そういった先進国のこの、経済成長っぷりをこう、揶揄しているのかもしれない。まあ、でも長いと言っても、どうやろうな。お、これはシミを辿っていくと。お前は大丈夫。余裕余裕。
どうでしょうか。うん、強い強い。一撃。FF の攻撃力がまっさらに、さらに上がった気がする。手裏剣二刀流が楽しみやけど。しかしラスボスに、フェイス、うわ、マジか。クエイクとかしてけんやろ。おー、いいね。これはいいね。よし、じゃあそろそろアイテムタイムやな。アイテムを、じゃあ、ラミアの鱗、大地のドラム。大地のドラムあんま役に立たん。忍びにだけ効かんかったやろか。神々の怒りって使ってみるか。全体化できるんかな。まあいいでしょう、あれで。これ、ちょっとお試しで一回使ってみるか。うん。いかが？うん、これで、円月輪で死んでくれたらいいんだけど。ほい。おう、強い強い。んで、神々の怒りを。神々の怒り。ん？なんやこれ？ホーリーか。ホーリーか。ホーリーだろうか。リリスの口づけってもうなかった？リリス、リリス、リリス。ないな。ドレイン使うか。さあ。よし。おー、いいね。これはいい回復弁。こうやってちょっと魔法を節約しながら行きたいところやな。これは、いい、なんもないか。左右にこう、歩数を稼ぐ壁に阻まれて、でもエリクサーの可能性もあるからな。楽しみ。これをこうして、いやー、こいつやばいんよね。カタストしてもいいねんけどな。カタスト行っとくか。んで、やることがないな。まあ、ケアルでもしとくか。恒例の。熟練の稼ぎケアル。でも、ケアルしても、デスなんかされたらたまらんぞ。よし、まず死んだやろ。よしよし。で、カタストで、よし。やる前に、あ、消えちゃった。くそ、今まで 100% 成功してたのに、うわぁ。このダンジョンに入った途端に失敗する。今までは運が良かったんやな。まあまあ、あとは、ランダ戦で行きましょう。高校野球みたいな。高校野球のごとく、ランダ戦で行きましょう。はい。もう今のコールド勝ちやな。全然うまいこと言えてないけどな。なんやねん。ランダ戦でコールド勝ちって。エリクサー、やっぱり、すげえ。これは、もう、割とこう、大船に乗った気持ちで。いける。んで、戦闘中のケアル。微妙な熟練度稼ぎ。これ、発言戦と上がるのかな？行動する前に終わったら、熟練度は上がらんのかな？そうっぽいな。そうっぽいんかな？どうなんやろ？まあ、アイテムを考慮して、まあ、何でも持たしておけばいい。魔法持ち。もう、ハイポーションがなくなってきた。取っておく意味はあるんやろうか、ハイポーション。さあ、こっから。エリクサー、いいね。これはすごいな。かなりいい感じ。うん。こいつ相手にこの攻略作戦はかなり功を奏してる感じが、しますな。でこういうところで、カタスト使っていくか。もうエリクサーは解禁や。エリクサーを念頭に置いた攻撃。早くカタストをしてほしい。でも 100% ではないので、その他のやつは適当にやっていては困る。あー、なんか成功せえんな、全然。いかんな。あいつが石化仕掛けてるので、こうやって倒していくか。ああ。いかん。FF 以外を狙ってほしい。特にドラクエを狙ったら、鉄壁。鉄の守り。石になれ。ならへんな。
これでなんとかなれ。まあ倒したな。でドラクエが円月輪を投擲すると、いけ。あれ、ああダメージが溜まってたか。さて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 、まあじゃあ回復を使っていくかね。回復魔法、ハイポーションはまあバンバン使っててもいいけど、なんかでこう上の二人が回復をしなければならない状況みたいなのがもしかしたらあるかもなと今にわかに思ってきたんやけど、こういうカタストでいっていいんちゃうか。ハイパーがどれぐらい効くのかっていう、あそうか、もう一撃を完全に信頼してたけどそうもいかないか。まあ、じゃあ王林さん出番です。肩を、おい最近のお前たるんどるやろ。オーディンがサボり始めたな。だんだんこう新入社員の時は真面目に来てたけど、こうだんだんな職場に慣れてくると遅刻が増え始めるみたいな。そういうこうたるんでる感じがだとしたらオーディンめちゃめちゃ若いの。新卒かお前は。新卒入社3年目ぐらいのもんや。オーディンさんいかんな。ちょっとバハムードに叱ってもらうな。バハムード課長に叱っていただかないと。まあ使っていっていいでしょうね。んーで、いよいよもう上の階に行くぞ。これ4階やぞ。まだまだ続くってことやな。これ上がったり戻ってきたりとかいうのを繰り返していくという、そういう構造か。これ悪くないと思うんだけどな。おお、弱い弱い。このドラクエ後ろ下げ戦法結構悪くないと思うんだよ。円月輪の攻撃力を、お、ハイポーション劣化しないので、してないと思うよ。お、これ落ちるんちゃうな。下に落ちひんか。なるほど、あの手この手で来るわけやな。吹き抜けの吹き抜けが吹きすさぶ、吹き抜けで風が吹きすさぶ場所やな。こいつでもなんか見劣りするような、すっごい1000ぐらいで死んでたもんな。意志にならへんのか。死んだやろ。あれ、まあさすがにそううまくはいかんか。まあドラクエ下げんでもいい気もするな。なんかドラクエそんな、だってエリクサーもなんか入荷しまくってるしな。これどっち繋がってるの。こっちか。こっちっぽいな。おお、忍びか。ここはカタストの出番です。もう、そろそろオーディンにも、オーディンリストラされるから、オーディンを、なんとかしていかないと。使っていかないと。使えるものは何でも使う。まあ、ケアルでも、しとくか。地味にこう熟練度を稼ぎながら行くと全く意味がないけど、そろそろ仕事しろ。おー仕事した。このダンジョン入って2回目の仕事ちゃうか。これ全員にカタストをつけてこう賢者、全員賢者で行くというのも手やな。ほんまにそれいいかもしれんな。全員高烈にして、全員オーディンにして装備して、オーディン乱発みたいな。ありやな。ほんまやな。それいいな。だって戻せばいいだけやもんな。最後にこう、ボスやーと、ボスが見えてきたーってなったら、あ、いいね。忍者とかナイトに帰ればいいだけの話やもんな。それはいいな。いいけど、まあ。まあまあまあ。戦闘、あ、やばい。魔法は別に前列効率変わらんからいいけど、あらあら、
どうしようかな。これはもう、適宜こう変えていくと。装備できる。どっちが強かった？エクスカリバーやな。これで、攻めていくか。どうでしょうね。やっぱ前列に戦闘あかんか。ああ。うん。いけいけいけ。ああ。やばい。ああ。いかんいかんいかん。これで死ね。あら、死なへん。死ね死ね。死ね。よしよしよし。どうなんでしょうか。ちょっと魔法でも使っとくか。HP が低いのでドレインかましてみるか。効くかな。これでなんとか。ああ、ちょっと攻撃の回数が少なかったエフェクト。あ、大丈夫か。HP4000 超えてる。FF が。今気づき。よしよし。んじゃあ、もう KR ラとか使っていくか。おい。これ。これ。うん。まだ、一回もエリクサー使わずにこれやからな。全然まだまだいけるぞ。俺のスタミナを甘く見るな。宝箱を期待してしまったと。そうそう、ドラクエに盾装備させなあかん。もう前列に出てもいい気するけどな、もう。こんなんやったら。前列出るか。ほれ。んで。よしよし。うん。忍者には重くそ殴っていっていただきたい。うん。攻撃をちょっとでも手の数を増やした方がいいと思われるので、これでいってもいいな。あれはなんだ。これは左に行けばあの宝箱は取れると。そうか、宝箱を回収してたらかなり短縮できるような気もしてきたな。でもエリクサーとかがあるからな、悩みどころやな。一回回収して戻るというのは、なかなか難しい。なかなかこう、パート数をいたずらに増やすというか。フェニックスの方か。問題はボス戦やでな。ボス戦でこう、致命的な采配ミスとかをしてしまうと、なかなか難しいもんが。でも、ここ、敵層が、クムクムが一番やばいな。お？お？なんこれ。は？なんこのちょっとした市民公園的な。回復というほど甘くない。なんかあそこ、開発予定地みたいな。帰りしにあそこに敵が出てくるとか。でも帰りしっつってもボス倒したら終わりやろ。ザンで倒したら終わりちゃうんか。まだなんかザンデの裏のボス的なものがおるとか、そんなもう、ドラゴンボール的にインフレは必要ないというか、こっちはちょっと浮気してみた。まあお前ぐらいが、に遭遇するんやったら全然いいんやけど。どうなんでしょうか。まあ、このまま進むか。おとなしく。ほい。5階か ?7 階か。もうそんな登ったんか。ああ、宝箱。これ、ん？なんやこれ。なんか不思議な繋がり方。桃鉄の駅みたいな感じで繋がってたな、今。ばらしておいて、こうでどうでしょう。お前らなんだ、やってくれる。お、720。高列でそんな食らうか。こいつらはもう力の、ゴンゲみたいな。いかん、これは。これは、バラしたがゆえに残るパターンか。大丈夫やった。ここの敵は全然苦労はせえへんけど、クムクムがちょっとやばいっていう。クムクムと言いながら、こんななんか、いかついやつは全然強ないけど、まあ、攻撃力はやばいけど。ドレインしとくか。ドレインでこと足りる。
はい。クリスタルの5手。はぁ、あ、はぁはぁ。源氏よりはいいからね。クリスタルの5手、装備しとくか。ほれ。源氏ってなんかステータス上がったっけ？上がらへんな。じゃあクリスタルの5手の方がいいやないか。ほれ。5手で10上がるとかすごいことやな。え？え？え？なんで進まねえの？ん？なんで？なんかどっかにスイッチ的なものがあるのですか？ドレインしとくか。どういうことですか？ドレインをしてから倒してくれ。ドレインを。おう。ドレイン、よし。こいつからいっぱい吸い取れそうだ。うん。オッケーオッケー。んで、んで、ここ、あ、え？水入れんの？水入られんくて、水の、え？道を歩けるってどういうことやねん。なんやこれ。舐めてんのか？あ、そんなどこからでも入れるわけではない。なんじゃそら。どういうことですか？ああ。全然楽やな、ここの雑魚は。ただ長いと言うだけみたいな。ただ長いと言うだけ。でもこれから強い敵が現れるのかもしれない。ここ渡られんのか。うん。渡れるところは決まっていると。お前、なんか一人一人、もっとまとまってこいよ。もっとこう、孫子とかを呼んでちゃんとまとまってこい。こうか。ここはいけるな。フェニックスも、うん、ありがたい。で、ここもまだ、どうせ渡られへん。でも、ここの水の上を通っていけると。どんなんやねん。人の心理の、心理というか、裏を書きすぎやろ。裏書きすぎてわけわからんようになっとる恒例やな、これは。奇抜さを狙って、木を照らって、結果としてわけのわからないものになってしまっているという。道が歩けない理由がわからへんもんな。ここは歩かれへん理由がわからん。おい、敵出すぎちゃうか。あ。グラシャラボラスか。まあ、普通に攻撃しとくか。こうしとくか。万が一の打ち損じ、仕留め損ねにも、対応できんか、こんな攻撃力では。あー、これは結果として良くないことに、お前にかかっている。56では無理だ。あー。じゃあ逆にしよう。逆パターン。バラバラに攻撃と。倒せー。ちょっと HP が地味に減ってきてるな、全体的に。これは KR、KR だ。KR 側、全開やから全体にはもうマジで使わん方がいいな。と、今言ってるけども、後になって全然そんな、あの時言っていたのは何だったのだみたいな、ことをするかもしれない。ああ、満タンになっちゃった。ちょっと無駄にしたかもしれない。クリスタルヘルム。クリスタル、こいつら金目のもん持ちすぎやろ。金でできているぞ。で、こっか。ほら。え？ちょっと。ちょっと怖いがな、お前。いきなり音がなくなったら。おいおい、無音かよ。無音実況。怖っ。学校の頃を思い出せやないか、こんなもん。あのゲームは、まあ、やたら、声が、音がなくなってたからな。じゃあ、ちょっとコンディション整えるか。KR、KR らはまあいいとして。ドレイン。バハムルで攻めるか。バハムルで攻めて。こっちは、まあ回復に努めるか。んで、上二人は攻撃でいいやろ。よし、じゃあ挑むか。なあお前。ザンデではないやろな。ボスじゃないんかい。は？
なんやねん、なんで無音やねん。あ、ね、ははかかったな。その鏡に姿を映したものは5匹の魔竜の呪いにかかり動けなくなるのだ。魔竜の餌食になる。何そのイベント、誰お前。久々に美味しそうな獲物だ。ゆっくり料理してやろう。畜生動けない。何だそら、しっかりしろ。動画魂は不滅じゃ。動画クローンに なってたしら。クローンに憑依したらいいんじゃんか。じゃあ元に戻れるんちゃうんか。よいか、魔竜の呪いを解くのは5つの光の心だけじゃ。わしが5つの光の心を探し出してくる前、耐えるのじゃ。待っているのじゃ、頑張るのじゃぞ。探した。は？あ、マザー2たちが危ないのだ。サラ姫、わしと一緒に来てくれ。魔竜の呪いを解けるのは光あふれる心のみ。そなたの力が必要なのじゃ。え、マザー2が？マザー2だけかよ。マザー2優遇やな。マザー2が行きます。これ初太かもしれんな。サラ姫は行きます、連れてってください。ちょっと猫耳のまね、あの魅力に取りつかれた者の一人やな、これは。あ、これなんかマザー2、マジでマザー2みたいな展開やな。これネタバレになるけど、マザー、まあ、ドラクエ4でもいいな。ドラクエ4的展開でもあるな。一度力を貸してくれるのか。マザー2のためならどこへでも行くぞ。連れて行ってくれ。おいお前ら、猫耳を愛しすぎやろ。耐えるのじゃって、なんか戦闘中、デッシュ死んでしまったのか。よっこらショット。え、おお、生きてたんか。お前どれだけ長い間マコールの中におってん。俺ら結構寝泊まりしたし、もう1ヶ月ぐらいは経ってると思うぞ、お前が飛び込んでから。何してたんや1ヶ月も。デッシュ生きていたのか。見たことのねえじいさんだな。何言ってんだよ。俺が死ぬわけないだろ。やっと応援の塔の修理が終わったところさ。お前飲まず食わずすぎるやろ。ちょっとこれ賃金問題とかを、日本の雇用問題を考え直す必要があるかもしれん。危ねえ危ねえ、もう少しで浮遊体力を爆発してしまうところだって。かなり大事なところで動いてたんやな、こいつ。マザー2たちが危ないのじゃ。1難去ってまた1難か。仕方ねえ、行ってやるぜ。お前、衰弱とかしてないんか。食い物は大丈夫か。え、どこ。あ、アルス王子か。アルス王子、力を貸してくれ。え、マザー2が、僕も行きます。おぉ。これ5つ目か。アムル。ああ、エリアさん、あ、ジジイかよ。マザー2的展開やな、マジで。え、ジジイ、1人足りんくない？あ、足りん、あ、4人か。5人やと思った、勝手に。頼む、誰か1人、マザー2を助けに来てはくれるのか。誰か1人でいいんかい。わしが行こうで、じいさん、1234でナンバリングされてた、うちの誰や。リーダーか。じいさんのリーダー。他のじいさんたち。文字数が合ってんのが憎たらしいな。もう、じじいか。じじいはなんか、力不足な気がするけどな。マザー2、さあ私たちが魔竜を食い止めている間に早く。おお。お前らどうやって来たんや、ここまで。この世は闇に帰ってしまってはならぬぞ。食い止めてんねや。じじい、お前。ゴブリンともまともに戦えんかったのに、こんな竜と戦えんのか？よし、行くぞ。突っ込みどころ満載やな。はぁ、あ。おぉ。来たけど。来ましたけど。え？え？おい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 。これは。まあ、ボス。でも MP 的には全然。使ってないから行っていいんちゃうかな。エリクサ使わんでいいと思う。ほい、ザンデやないか。よくここまで来たな。しかしもう闇はそこまで来ている。手遅れだったようだな。ファファファ、死ねい。こいつやな、こいつが元締めか。死ねいの。出た、マジで。全然長くないやんけ、ダンジョン。こんなわけないよな。こいつがじゃラスボスじゃないってこと、どういうことですか。
じゃあ使っていくか。アイテムをふんだんに使っていこう。あ、間違えた。おいおいおい、ライブラ？はあ、はあ、なんじゃそら。調べてんのかこっちのこと。2回使ってしまったぞ。効果あんのか重ねがけって。ほうほう。てかそうや、まあ手裏剣使った方がいいんかな。これラスボスじゃないってことなのかな。なんかね、アイテム欄を開くとリセットされるとか聞いたんやけどな、効果が。バハムル行くぞ、んじゃ。で、プロテスしとくか？プロテス。どっちがいい？こっち。ほう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 。おぉ、強い強い。バハムート、行ってみ？どうなる？初めて見るんじゃん、地味に。おぉ、強い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 。なんて今？まあ何回か使うから次見るか。メテオ。ああ。ええー？嘘？勝てるわけない。マジで？これはひどいな。マジかよ。ちょっと、もうこのアイテム欄とか言ってる場合じゃないな。そんな食らうんか。もうフェニックスの方で生き返らすしか。これはひどいな。倒されんか。ライブラ。一回猶予があるんやな。一回、生き返った。これは FF に託すか。すべてを。なるほど。アレイズを2個買ってこいっていうのはこういうことか。もうここはちょっとケアルガで。もう FF 頑張ってくれ。お前に託す。あーあー、全滅した。うわー、やっちゃった。マジか。でもあんなんどうしたらいいで。あー、仕方がないなこれは。まあ一回切るかんじゃここで。はい、またあんじゃ次回挑みます。